こんにちは、Fスターの丸山です。今回ですね、チェーンソーマンの藤本達樹先生のですね、漫画をアニメ化した、劇場映画ですね、ルックバック、こちら見てまいりましたんで、このレビューやっていこうと思います。でね、最初の方に、ネタバレなしで話しまして、で後半でですね、ネタバレありレビューやっていこうかなという感じで進めていきます。いや、今回ね、この作品ね、好きな人めちゃくちゃ多いと思うんでね、よければね、コメントで熱い思いね書いてもらえますとね、本当に幸いでございます。はい、っていう感じですかね。はい、それじゃあやっていきましょう。はい、初日のね5時ぐらいの回にね見に行ってまいりましたね。はい、結構入ってましたね、人。なんでしょう、もう本当に女子高生もいたし、僕みたいなね、一人で来てるおじさんもいましたんで、本当に幅広いね年齢層の人に見られてる作品だなという感じでございますね。原作これですね、藤本達樹先生の短編の作品になっております。これめちゃくちゃ好きなんですよ。もう刺さっちゃったんですよね、これね。もうなんで結構期待して見に行きましたね。で、あとね、原作好きな人はこれね、これ特典、初回で特典でもらえます。ネームですね、ネームをこの一冊にまとめたものになってますね。これは本当に、原作好きな人、もうこれはゲットしてほしいなと思ってます。これ最高ですから。どうだったのかっていうところなんですけど、もうね、もう最高、最高というか、うん、やっぱ食らいますね。やっぱね、僕としてはね、モチベ映画ですね、これね。本当にモチベーションが上がります。これ見たら本当にね、もう 100% で何かを作ってみたくなりますね。うん。で、誰かに届いたら嬉しいなっていう気持ちになります。今作はね1時間なんですね、尺が。なんでちょっと、まあそれもあってかちょっと、安いんですよね。1700円で見れる特別価格なんですけど、その1時間の尺ですらもっと短く感じますね。30分ぐらいの尺なんじゃないかぐらいに感じますね。すごいスピード感がありますね。1時間の尺にしたってところもすごくね、好感持てるって感じがありまして、ほぼほぼ原作忠実にやってる感じでしたね。忠実で、もう絵もね、藤本達樹の絵なんですよね。チェーンソーマンのアニメはね、原作の漫画よりもちょっと綺麗にされてたところがあったと思うんですけど、それよりも今作は藤本達樹の純度が高い、作画になってましたね。とはいえ映像化したね作品なんで、やっぱね変化加えたいところはあると思うんですよね。作り手的には忠実にやりながら、どうやって、映像化として変化をつけれるかっていうところを考えると、やっぱ音と動きっていうところですよね。カメラワークのところだったり、まあ、人物の動かし方のところももうすごく的確、すごく良かったし、ドローンで撮ってるような俯瞰の絵みたいなやつもあったりして、結構絵的にも面白い部分はありましたし、音がね本当に良くてね、まず、声優ってところかな。はい、河合優美さんね、はい、最近めちゃめちゃ出てますけど、はい、まあ、ふてほどでめちゃめちゃブレイクして、そっからすごいテレビ出てますけど、はい、今作も良かったですね。あの人、小学校の時のあの生意気な感じもあるし、大人になってからの、まあ、若干落ち着いた感じもあると、はい、素晴らしかったですね。で、まあ、なんといっても今作ね、音楽がめちゃくちゃ良かったんですよ。遥中村さんっていうね方がやってまして、結構アンビエント系の、音楽を作ってる方みたいですね。本当に的確な音楽を作ってきたなというところ、マジですっぽり、がっちりハマってます。素晴らしいですね。なんでもなんかね、ヌジャベスを支持してた人らしくて、うん、っていうところがあるんで、結構そのインストの音楽作りってところは結構もう信用できるなって感じ。やっぱね、僕としては、クリエイター参加な作品にねどうしても見えちゃうところがあって、これが本当に刺さるポイントですね。もう原体験というか、なんで俺たちってものづくりをしてるんだろうっていうところの問いかけで、その答えもこの作の中に入ってるっていうところで、まあさっきも言いましたけど、モチベがすごく上がりますし、初期衝動っていうか初心に返してくれるんですよね。まあ僕だと映像ディレクターやってますんで、映像作るのしんどいなって思うんですけど、でもまあこういうことか、こういうことだよなっていう、なんか答えがこの作品にあると思ってますね。で、あとはタイトルのね、ルックバックっていうところもめちゃくちゃ秀逸、まあいろんな意味が込められてて、それをねこの映画の中で随所で感じますね。もうそれを意識させるカットもすごくいっぱい入ってますし、本当に秀逸だなと思いますし、あとやっぱ僕ね、バンド上がりなんで、オアシスの曲がねやっぱねよぎるんですよね。なのでそこもちょっと、ネタバレありの方で
話せればいいかなと思ってます。はい、そんな感じですかね。じゃあここからね、ネタバレありでやっていきますか。もう冒頭ですね、もうここで泣いてるんですけど、すでにね、はい、もう漫画読んで展開知ってるからね、この最初のまあ俯瞰から寄ってきて背中になりますけど、背中のところでもう泣いてますね、はい、完全に。ちょっと長めに使ってんすよね、これがまた良くて、背中越しに見えるね、創作してる段階の楽しいところ、葛藤してる部分ですね、どうやったら面白くできるかなって悩んでるところも、描かれてて、冒頭の部分で、あとタイトルバックってところでしたね。いや、素晴らしい。もうここの時点でも最高です。っていうかもう漫画の時点、漫画読んだ時点で藤野にねめちゃくちゃ感情移入しちゃってるんで、もう泣くよねって感じでしたね。その後先生の顔の寄りが出てくるんですけど、藤本たつきの絵なんすよね、めちゃくちゃ。うわ最高と思って、うわ動いてるわ藤本たつきの絵がと思って、犬王で見た時のあの松本太陽の絵が動いてるっていうあの感じ、あの感動にめちゃめちゃ近かったですね。あ、ここはすごい、いいところでありましたね。でその後ね、漫画の映像化ってところ、そこに突っ込んでいく感じになってましたね。はい、でここも原作と変えて映画ならではの、演出っていうところで、うん、これは映像的な見せ方、ちょっと雑な感じ、ちょっと雑な、ストーリーテリングみたいなところも初期衝動というか可愛らしくてね、すごくいいなと、初々しくていいなと思ったりしますね。ここは結構漫画と差別化されてて、まあ良かったんじゃないかなと思います。でこれもね映画オリジナルの演出だったと思うんですけど、その後にね、京本の漫画が一緒の学校新聞に掲載されて、自分が得意だと思って誇っていたものが、いきなり崩れる瞬間の、カットをね、どんどんこう俯瞰になっていって、ものすごい人数がいる教室みたいな絵になっていくんですけど、これがね非常に映画的な演出でね素晴らしかったと思いますね。うん、セリフなしで、どんだけ自分が胃の中の蛙だったのかっていうのを絵だけで分からせるっていうところ、これも素晴らしかったですね。でそれで言うとね、この作品に結構映画的な演出っていうところが、随所に見られたなと思ってまして、まあ、セリフなしで絵だけで語るっていうところですね。まあもともとね藤本たつき作品って結構絵で見せるシーンが多いんで、もともと相性はいいと思うんですけど、よりそこをね広げてきたなと思ってますね。うん、モンタージュのシーンがねかなり多いんですよこの作品。尺1時間なのに、ね、モンタージュのシーンが3つぐらいあったかな、うん、あのダイジェストで見せるシーンですね。その時間経過と成長をダイジェストにしてこう時間を進める手法、この作品ね結構小学校から大人になるまでの結構長いスパンをね短い中で描いてるんで、そういった、モンタージュのシーンはやっぱかなり重要というか、うん、時間経過と成長をしっかり見せないといけないんで、かなり力を入れて作られてたように見えましたね。背中越しで季節が変わっていくのを窓越しに見えるようなシーンであったりとか、スケッチブックがどんどん増えていったりとか、参考書がねだんだん増えてくるところだったりで、時間経過を見せる、で徐々にこの絵のレベルがね上がってるところも見せるというところもあったり、あとねここはね本当に音楽が素晴らしかったですね。うん、めちゃくちゃエモいですね。エモい音楽がね乗っててね、ここもね、泣きポイントでしたね。まあ、泣きポイントっていうかもう号泣してるんですけど、ここでも、はい、6年生になって、藤野が漫画をね一回やめるっていうところがありますけど、ここまで長い時間かけて、着実に絵は上手くなってるんだけど、うん、どうあがいても京本の絵が上手すぎるっていうね、二つ一緒に絵が並んでるからよりこう比較されて見られちゃうっていうところで、ここでこんなに長い時間勉強して努力したけど結局埋まらないんだなこの差っていうのに気づいて挫折するシーンね、ここがね本当になんだろう、まあこれはもう誰しも経験したことがあるよなっていうね挫折のシーンでしたよね。2つの漫画が並んでる絵だけで見せる、これも素晴らしい手法でしたね。みんな挫折するじゃんね僕も本当にまあもうバンドやってないし、バンドでも挫折してるし、映像を続けていく中でも多分2回ぐらい挫折してるんで、感情移入できるポイントでもあるし、キャラクターとしてねこう深みを出せるポイントでもあったかなというところでしたね。で京本と出会いまして、そこから、信仰を深めていくというところになっていきますと、これ以降ね、背中の絵の意味がめちゃめちゃ変わってくるですよね。今まではその藤野の、背中
を映すことによってこのひたむきさというか初々しさみたいなところを描いてたんですけど、こっからは京本から見た藤野の背中っていう視点が出てくるんですよね。京本は結局藤野みたいになりたくて藤野の背中を追いかけて絵を描いていたってことが分かってくるっていうね、ここで2つ目のルックバックの意味が出てくるっていう感じ、この演出すごい見事だなと、やっぱり思いますよね。で高校卒業間近にね、連載がやっと決まるんですけども、京本は美大の方に行くという選択を取る。でその中で2人は別々の道を歩いていくという風になっていくという感じでしたね。でそこでね、あの事件が、発生してしまうという感じになってきますね。これはね漫画でもかなり衝撃だったんですけども、アニメ版でもねかなり衝撃的な、シーンになってましたよね。かなり生々しく描いてましたね。で下に出てくるテロップもさ、なんだろう、そのニュースっぽいね、結構事務的なテロップにしてたりしてね、これもなんか冷ややかな感じがして怖かったなと思いますね。京本の部屋の前で漫画を破り捨てると中部屋の中に吸い込まれていくというね、こっからタイムリープというか、なんでしょう、マルチバースなのか、また別の世界線の話になっていくと、結局2人は同じね漫画の道に進んでいくっていうのが見れるね。だから遅かれ早かれ2人は出会ってるんだっていうね、これがまた胸熱な展開ですよね。その犯行のシーンもさ、結局その最終的に藤野が飛び蹴りしてさ、結局なんか漫画チックになるじゃないですか。そこも僕はなんかタランティーノっぽさをめちゃめちゃ感じたんですよね。タランティーノのさ、あの歴史改変シリーズあるじゃないですか、例えばジャンゴ KKK をねぶっ倒すシーンがあったりとか、あとはイングロリアスバスターズでナチをねマシンガンで蜂の巣にするシーンがあったりとか、ワンスアポンアタイムインハリウッドかな、はい、あの中でもシャロンテート事件ですね。シャロンテートを救うっていう、これまた歴史改変ものの一つになってまして、創作の中だったら悪党をぶっ倒せるっていうね、この中だったら歴史を変えてもいいんだっていうことを発明したようなところがあると僕思ってるんですけど、タランティーノイズムを、このルックバックの中でやったのがあのシーンなんじゃないかなっていうのを、思ってますね。一見マルチバースっていうかタイムリープに見える藤野の妄想に見えるシーンかもしれないんだけど、漫画ですね、創作の中だったら悲惨な目に遭った人を救うことができるっていうのをこのシーンにね込めたのかなっていうのを思いましたね。藤本たつき先生のね、本当映画好きらしいところが出てるこの展開かなというところでありました。でさらに過去を振り返って、あの時京本を外に出さなければこんなことにならなかったっていうね、思うんですけど、その振り返るってところもルックバックっていうタイトルにつながってくる、これもまた、すごいところだなと。でこの作品を見ると僕を思い出すのがね、イギリスのね UK のレジェンド級のロックバンドですね、オアシスのもう超大名曲 Don't Look Back in Anger ですね。これは本当に名曲で、もう90年代を代表する、曲だと思うんですけど、これがやっぱね今作につながってくるところ結構多いなと思ってまして、 Don't Look Back in Anger ね、これを和訳すると怒りで振り返らないっていうね、怒りに転化しないっていう意味になるんですよね。実際その漫画の中でね、通り魔をね倒すシーンが入ってくるっていうところも考えて、怒りに転化してこの負のループに入るんじゃなくて、ものづくりに昇華することによって亡くなった人の種目にもなるんじゃないかなと、思いますね。そういったところでやっぱオアシスのこの曲と今作はつながってくるかなと思ってます。またその後に回想の2人の会話が入ってくるんですけど、なんで漫画を描いてるのかっていう話になってるんですね。一見ね地味だし、もうめちゃくちゃ大変ですよね、どう考えても。なのになんでこんなことやってんのっていうね、体もボロボロになっちゃうしさ、なんでですかっていう話なんですけど、なんでだってところで京本のためだっていうねこのモンタージュが入るんですよね。これまたね泣かせるところですね。でさらにあの京本の部屋に行くと、藤野が描いた漫画がねもうダブって何冊も置いてあるし、あとその読者アンケートも置いてあるっていうねところを見ると、読者ですね、ファンのために書いてるんだよっていうのが見れるんですよね。なんでこんなことやってんのかって本当に思うかもしれないんだけど、自分の作品をね楽しみにしてくれてるファンのために、自分はこうやって作品を作っているというのが伺えるね、今作のテーマであり、ここが答えだったなと思
思いましたね。ここが本当にね響くところで、僕自身ね映像ディレクターやってまして、本当にね大変カメラ図面描くのとか結構地味だしさ、編集するのもさ、まあ、本当体痛くなっちゃうし、あともうなんかポチポチパソコンでポチポチやってるだけだから、もう本当地味ですよ。マジで時間かかるしね。はい、なんですけど、やっぱ自分の納得できるものができた時はね、本当にやってよかったなと思うし、作品を見た人がね褒めてもらえたら本当に嬉しいし、例えばライブ映像だったらアーティストの方がね満足してくれたらね、すげえ嬉しいんですよね。はい、やってよかったなって本当毎回思う。大変だけど、だしこの YouTube で動画出しててもコメントもらえるとめちゃくちゃ嬉しいんですよね。だから本当やっててよかったなって思うんですよ。まあそれが結構モチベーションで、このまあ2年ちょっとぐらいね YouTube やってますけど、まあそういうところがモチベーションになっててまだ続いてるんですね。普通に仕事でやってる映像制作よりもこの YouTube、 このチャンネルは意味ないかもしんないないかもしんないけど、どっかの誰かに伝わんじゃないかなっていう、この淡い期待ですね。はい、これがやっぱ捨てきれなくて、うん、YouTube やってるってところがあるんで、そこのねモチベーションにつながってくる、誰かに届けばいいなと、思ってます。はい、藤本先生の原体験でもあるし、僕の原体験というか初期衝動みたいなところを思い出させてくれる作品ですねっていう感じですね。で、ああそうそうそう、最後ラストシーンもね、背中で終わるってところ、これもね冒頭と最後で背中で、円環構造になってましてね、綺麗な終わり方になってたなと思います。というところでございました。もうずっと泣いてたな。はい、もう響きまくり。僕今ねとあるバンドのドキュメントね制作してるんですけど、まあいずれこのチャンネルで上がると思うんですけど、本当に気合い入りましたね。めちゃくちゃいいもん作ってやろうっていうね、そういったモチベーションです。今もう映像制作するの無理だって思った時に見返して、自分のモチベをねコントロールする作品になるかなと思いました。以上でございます。はい、皆さんの感想もねコメント欄でお待ちしてます。はい、よければね高評価チャンネル登録もお願いします。で、概要欄にねいろいろ貼ってありますんで、よければチェックしてみてください。それじゃあまた。